皆さん、ボンジョルノ今日は情動について取り上げていきます。情動の基本的な話と神経基盤の概要を話し、情動評価に関わる扁桃体について詳しく説明していきます。情動とは怒りや悲しみといった一過性で強く起伏の激しい心的反応を指します。一般的には主観経験の変化が注目されます。 主観経験の変化が情動の大きな構成要素であることは言うまでもありませんが情動はその他の多くの要素を含む多面的な現象ですまず情動は多様な反応を含みます反応は大きく3つに分けることができます第一に行動反応です情動は特定の行動セットの関係を動機づけます 例えば、恐怖が喚起される場合には、身をすくめるといった防御行動が動機づけられることが示されています。また、怒り、嫌を、恐怖、喜び、悲しみ、驚き、といった特定の情動が喚起されると、多少文化差はありますが、どの人種の人も同じように、特定の表情を表出することが示されています。第2に、生理反応です。情動は、自律神経系、内分泌系などの活動変化をもたらします。 例えば、快や不快の情動刺激を見せられることによって、皮膚感染、心臓、動向など自律神経系に支配される器官において特定の活動パターンが起こることが示されています。また、快や不快の情動刺激を見せられることにより、コルチゾールなどの特定のホルモンが放出されることが示されています。第3に、認知反応です。情動は、知覚、注意、記憶、 意思決定といった多様な認知処理に影響を及ぼします例えば、情動的な刺激を用いた場合、中性的な刺激を用いた場合に比べて、知覚成績や記憶成績が高いことが示されています。また、会場道の喚起が意思決定に柔軟性や創造性をもたらすことが示されています。情動は主観経験の変化に加えて行動、身体反応、認知調整といった多様な反応をもたらす心の働きです。 また情動反応の前段階として刺激に対して適切な反応を引き起こすため評価という過程が行われていることが示されています例えば同じ刺激を見た場合にもどのように評価するかによって喚起される情動反応が異なることが示されていますまた状況に対してどのような情動が喚起されるかが状況に対する評価から予測されることが示されています こうした評価は通常、意図的なものではなく、主観的にはアクセスできない自動的な過程と考えられます。具体的にどのような評価が行われるかについては結論は得られていませんが、有益か有害かといった評価が含まれることが多くの研究から示されています。こうした知見から、情動を刺激に対する評価反応という一連の情報処理過程として説明することができると考えられます。 さらに、情動は進化の過程で獲得した適応的な心理機能であると言われます。進化の過程で獲得した証拠として、特定の情動に対する表情表出は、人と類人縁の間で共通するという主観不変性、乳児や先天的な視覚障害こと健常成人で共通するという正徳性が示されています。 適応的機能の証拠として情動における評価及び反応が太古の進化的環境に適応するために妥当であったという理論的考察も提示されていますまた社会的な動物である人にとっては環境の中でも特に対人関係が重要でありこれは太古から大きな変化がなく現代において恐怖の評価が対人的トラブルを避けるためのセンサとして機能しているとする主張もあります 同様に現代における怒りの表出が、対人関係を有効に調整する機能を果たしていることが示されています。こうした知見は、情動についての進化的及び機能的な説明を提供しています。そして、情動は後天的環境によって柔軟に調整されることも示されています。 例えば、乳児は衝突的に大きな音に対して闘争などの恐怖反応を示しますが、大きな音とペアにして繰り返し提示することで、当初は恐怖反応を示さなかったラットなどに対しても乳児は恐怖反応を表出するようになる恐怖条件付けが示されています。また、文化差研究からは、どのような状況でどのような情動が起きるかは、文化によって大きく異なることが示されています。 こうした知見は、情動とは刺激の意義を評価しそれに応じた多様な反応を喚起するという一連の心的処理過程であるといえますでは情動の内容としてはどのようなものが含まれるのでしょうかこれについては必ずしも一致した見解は得られていません 基本的な情動とみなす基準として、素早く起こる、長く続かない、他の情動と区別がつく、乳児にもある特有の身体反応を伴うといった条件が挙げられています。こうした基準に基づき、怒り、嫌悪、恐怖、喜び、悲しみ、驚きについては、多くの研究者が基本情動とみなしています。 その他、苦痛や性的衝動などのようにより基本的なもの、あるいは軽蔑や羞恥心などのようにより社会的なものをも、基本情動と考える研究者もいます。情動の内容の基本的な捉え方については、大きく2つの理論が提案されています。第一は、情動を理算的なカテゴリカルなものとして捉えるものです。 怒りや喜びといった基本情動、カテゴリーごとに評価や反応や適応的機能が異なっていると捉えます。各カテゴリーの情動は、貝深い活性不活性といった少数の次元の組み合わせで説明できると考えます。2つの考え方の間で論争が行われていますが、両者は必ずしも排他的ではなく、情動はどちらの視点でも捉えることができます。情動は感覚入力された刺激について。 評価し反応する過程です動物や人を対象とした脳活動計測や脳損傷研究などから情動の神経メカニズムが示唆されています変円形、視床下部、脳幹、前頭用の眼科前頭皮質と体上皮質全部大脳基底核と等、小脳などが関わっていますまず情動の評価に関わるのが変円形です変円形の定義についてはいろいろありますが ここでは扁桃体側座核を中心とする師下部、脳幹を囲む皮質化の領域を指します。辺縁系は感覚処理された情報を受け取り、それについて評価を行います。この感覚入力は、皮質化及び皮質上の感覚処理経路から入力されることがわかっています。 変異形は、消徳的な浄土刺激、魅力的な異性など、にも、学習性の浄土刺激、お金など、にも活動することから、変異形での適応的な意義の評価は、正徳的なプログラムをもとに、後天的学習によって柔軟に対象を広げていくと考えられます。変等体は、不快と快の両方の処理に関与することが示されています。 ただし、損傷の影響は深い情動で大きいことから、特に深い情動の評価に不可欠であると考えられています。一方、即座核は下位の評価において、重要な役割を果たすことも示されています。次に辺縁系からの評価情報を受けて、情動に伴う行動や身体反応の喚起に関わるのが視床下部脳幹です。 下部から脳幹への出力が多くの行動反応、身体反応に関係していることが報告されています。また、視床下部は下水体への出力により、浄動に伴う内分泌系反応を喚起することが示されています。また、脳幹の各部位の活動は、浄動におけるさまざまな行動表出及び身体反応を引き起こすことが示されています。なお、変塩系からの出力は、海馬や新皮質へも送られており、 この経路を通じて浄動による認知処理の調整が行われることも知られています。例えば、扁頭体は側頭葉や後頭葉の広範な部位に投射繊維を送っており、この経路によって浄動的な刺激について、知覚処理や記憶表彰形成が促進されます。そして、こうした評価反応過程を制御する役割を担うのが、前頭葉の眼科前頭皮質と帯状皮質全部です。どちらの部位も、 変円形などに出力を送り、情動を抑制するときに活動することが知られています。さらに、眼下前頭皮質は、情動の学習において、学習内容を変更したり消去したりすることに関与することも見いだされています。ただし、各部位の機能については一つではなく、部位間には双方向の情報の流れがあり、さらに複雑な処理が遂行されているようです。例えば、眼下前頭皮質については、 人を対象とした損傷研究から、後に好転的に学習した複雑な刺激の評価に関与している可能性が示唆されており、変塩系をサポートして工事の常動的評価を遂行していることが推測されています。脳幹からは、変塩系や前頭葉に投射する上厚性の投射経路があり、こうした投射により変塩系の活動が調整されています。脳幹は 行動身体反応を喚起するとともにその結果をフィードバックして上位部位の処理を調整している可能性が考えられますさらに2つの領域が上動において重要な役割を果たす可能性が示唆されています一つ目は大脳基底核と等ですこれらの部位は特に嫌悪の上動に特異的に関わります これらの部位は、質感覚やからの感覚入力や、扁桃体からの評価の出力を受けて、嫌悪情動に特異的な評価を遂行することが示されています。人を対象とした研究から、大脳基底核と等の損傷によって嫌悪の情動を喚起するシーンを見たときに、大脳基底核や等が活動することを示されています。二つ目は、小脳です。小脳の役割として、情動の調整に関わることが示唆されています。 小脳は扁桃体や前頭葉との入出力経路を持つためこれらの部位から評価の結果を受け調節的な出力をフィードバックすることが推測されます人を対象とした研究から小脳の損傷によって情動の制御が困難になることまた小脳の働きを抑制する RTMS を与えることで情動を抑制することが困難になることが示されています 以上をまとめると、情動の神経メカニズムの概要として、評価に変円系が、行動、身体反応の換気に支障下部、脳幹が、制御に前頭葉が関わっていると考えられます。さらに、剣を特異的な評価に大脳規定核、糖が、調整に小脳が関わっていることが示唆されています。このほか、変頭体、側座核の周辺領域や多領域との機能的ネットワークなどが関与していると考えられています。 扁桃体、アマイグダラは、側頭葉の前方内側に位置する辺縁系の神経核複合体です。名称はその形によるもので、ギリシャ語のアーモンドに由来する言葉です。和名である扁桃体の扁桃、もアーモンドを意味する言葉です。扁桃体は、規定外側角群、皮質内側角群、中心角の3つに分けられます。 扁桃体への入力は脳の全容の新皮質、海馬、帯状界なども含めて多くのさまざまな部位に由来します。大脳皮質あるいは皮質化の経路を経てすべての感覚系からの信号が、扁桃体、特に基定外側核群に取り込まれます。それぞれの感覚系は、扁桃体への異なる投射パターンを持っており、扁桃体内部での神経経路によって質の異なる感覚系からの情報が統合されます。 2つの主要な経路は、複則扁桃体延伸路と分解錠があり、扁桃体と視床下部を連絡しています。扁桃体が情動と関わるという強い証拠は動物実験や損傷研究から得られています。クリューバート・ビューシーは赤毛猿に対する両側の側頭葉切除が情動反応を低下させ、恐怖反応と攻撃性の欠如をもたらすことを報告しています。 蛇のおもちゃといった恐怖刺激に平気で触ったり見知らぬタコ体と一緒の檻に入れると普通の猿であれば緊張して暴れるのですが平気で相手に近づきましたさらに性行動の異常な行進や物を何でも口に入れる傾向があったりなど顕著な情動障害が起こりましたこれら一連の症状をまとめてクリューバービューシー症候群と呼ばれています その他の動物でも両側扁桃体除去手術を受けた場合に恐怖と攻撃行動が大幅に減少し、ラットは猫に近づいて耳をかじる行動を示し、野生の大山猫も同様に飼い猫のように従順になるという報告もなされています。人における数多くの研究は、扁桃体を含む損傷によって恐怖の表情が認識できないことを報告しています。 変桃体が選択的に損傷された人の症例の報告は少ないですが、ラルフ・エードルフスらは、1994年に30代の SM、SM046 と呼ばれるアメリカ人女性を研究しました。彼女は、ウルバッハ・ビーテ病という400例ほどしか報告されていない病気の患者で、両側の変桃体が選択的に切開化し、損傷していました。 SM さんは恐怖を感じることも難しく、そのため危険を察知することができず、何度も犯罪の被害に遭ったりと、社会生活に困難を抱えていました。最初に結婚した夫からは家庭内暴力を受けていたり、街中でナイフを突き立てられたことが少なくとも2度あり、銃を突きつけられたことも2度あったそうです。恐怖を感じることははありませんででした実験では 健常者の多くが恐怖をを感じる状況を体験しましまた。心霊スポットウェイバリーヒルズ・サナトリウム重した超絶怖いアトラクションに行っても全く怖がらずスタッフに話しかけて逆に怖がらせたりホラー映画「シャイニングや羊たちの沈黙」「ブレアウィッチプロジェクト」を見ても全く怖がらず後で見たいからと言ってタイトルを聞いたりしました恐怖以外の反応は示し興味や興奮幸福感や嫌悪感などの反応は示しました ペットショップではヘビやクモタランチュラを見ても怖がらず触りたがって止められたりしました SM さんはネガティブな感情を経験することがなくどんな状況や他者に対してもポジティブな感情を経験していましたとても社交的友好的で他者に積極的に接近するという特徴がありました 健常者はこの人は悪そうだな、怖そうだなと見た目で判断し、警戒できますが、SM さんは他者の顔の信頼性と親しみやすさの判断が難しく、無差別に近づいて声をかけてしまいます。さらに、パーソナルスペースの感覚が欠如しており、見知らぬ人と鼻がくっつくくらい近づいても不快に感じることはありませんでした。SM さんはパーソナルスペースの概念を理解しており、他の人が近づかれたくないということは認識しています。 SM さんは他者の恐怖感情を認識することは困難でしたが目を見るように表示すれば正確に認識できましたまた他者への共感性は高く他者の痛みに敏感に気づくことができました SM さんの一連の症状から恐怖を感じることが危険を回避し身を守ることにつながることがわかります扁桃体の情動への関与は健常者の機能的脳研究からも示されています 味覚刺激に対する脳活動を FMRI を用いて計測した結果、強く快や不快の浄動を喚起する刺激に対して、中性の場合に比べて扁桃体の活動が高いことが示されました。機能的脳画像研究についてのメタ分析からは、不快と快のどちらの浄動刺激に対しても、人扁桃体が活動することが示されています。こうした知見は、扁桃体が浄動に関与することを強く示します。 甲と不快のどちらの処理にも関わりますが、特に不快については不可欠な役割を果たしていると言えます。扁桃体は新皮質感覚やだけでなく、皮質化、中継部位からも感覚入力を受けます。 ラットを対象とした損傷研究から、皮質化経路での感覚入力が変動体の情報処理に関与することが示されていますが、人においても皮質化の経路を介して、変動体の譲動処理が意識化の素早い段階で行われることが示されています。モーリス2001は、 片側の一次視覚矢を損傷して片側視野の視覚的意識がない患者に対して前もって2つの怒り表情のうち1つに大きな音で深い条件付けをして見える視野か見えない視野に提示した時の脳活動を FMRI で計測しましたその結果刺激が見えない視野に提示された時にも条件付けられた表情刺激に対してそうではない場合よりも変動体が高く活動しました さらに、神岡と師匠という皮質化の視覚経路と扁桃体の活動との間に性の関係があることが示されました。また、親ら2002は、不快、快、中性の浄土を喚起させるスライドを見ているときの扁桃体の活動を深部脳波電極を用いて計測しました。その結果、扁桃体が不快刺激に対して、戦時約150から200ミリ秒で素早く活動することが示されました。 こうした知見から戦時200ミリ秒以前の意識化の段階で皮質化経路の感覚情報で扁桃体が情報処理を行えることが示唆されています。扁桃体の活動は前頭の活動によって調整されるという知見が報告されています。ハハリリ・ブッックハイマーマージオッタ2000は、 恐怖と怒りの表情刺激を使って、知覚的なマッチングを要求する課題と、刺激の感情化について言語的にラベリングを要求する課題を行っている最中の脳活動を FMRI により測定し、比較しました。その結果、知覚的マッチング課題では、両側の扁桃体が活動しましたが、言語ラベリング課題では扁桃体の活動は消失し、代わりに右の腹蓋即前頭皮質の活動が見られました。 この時、副外側前頭皮質と扁桃体の活動には負の相関が見られました。ハリリ、マテイ、テッシュトレ、フェラワインバーガー2003では、恐怖感情を喚起させる画像を用いて同様の知見を報告しています。扁桃体の評価された感情的情報は、前頭によって抑制、再評価することが可能というわけです。 この領域については眼下前頭皮質、肺外側前頭皮質、腹外側前頭皮質、いずれが関与するのか、左右の半球で違いがあるのかなどは議論され続けています。